気ままにダラダラ小チャンネル。おいっす、どうもショーです、本日はですね、久しぶりにハイフワールドの方へ遊びに来ております。で、このワールド名がね、エリトラフライトチャレンジというマップなんだけども、まあちょっとハイフワールドには珍しい、まあ冒険とか、まあ脱出系じゃないマップなんだよね。まあじゃあ何すんのっていう話なんだけど、今回の目標、飛びます。その言葉の通り飛ぶんです。まあちょっと題名にも入ってるんだけど、マイクラのねバージョン 1.9 以降から、まあエリトラっていうアイテムが追加されたんだけども、そのアイテムを使って大空を飛ぶのが、まあ今回、まあ、目的というわけで、でしかも、まあ、ただ飛ぶだけじゃなくて、コースがねもう作られています。でそれに沿って、まあ、クリアを目指すという、まあ、それが目的のハイフワールドとなっております。まあ、詳しいちょっと説明をすると、まあ、そこがもうスタートラインなんだけど、まあ、これそこのまあ C ランタンかな、そこがね、何個か設置されているんで、そこをくぐって、フィニッシュラインまでたどり着くと。でね、それが結構難しそうなんだよな。でまあ俺自体が、まあ、そんなにエリトラに触れたことがないからね、まあ、過去に実況したハイフワールドのフラグメントで、まあ、1、2回、まあ、ほんと近距離やけど飛んだぐらいなもんで、まああんまり慣れてないけど、ちょっと今回はね、チャレンジしてみたいと思います。まあいつものね折れない心を持って頑張ります。ちゅうわけで、まあ早速いきますか。よし、じゃあいきます。3、2、1、5。あ、これまずくない？ちょっと今当たったけど、うわ2つ目でアウト？早ない？嘘やん。一応こっから飛べるには飛べるけど、それは卑怯よね。難しくない？まあコースも覚えなきゃいけないから、覚えゲーかこれ。ちょっともっちょいとみよう。よし、さあこれで乗っていきたいんですけど、次はそっちか。で次はここで180度回転する。でこっちもうギリなんですけど、あ無理だ、むずー。っていうか待って、この視点が難しくない？これ三人称の方がいいんじゃないの？どうなんだろう、俺絶対こっちの視点の方がやりやすいと思うんやけど。むずー。ちょっと俺こっちの視点でやってみるわ。案外こっちの方がいけるかもしれん。もしかしたら。行ってみよう。ゴー。あ、そうなってんのね。ちょっと厳しくない？お、いけてるいけてる。あぶねえ。やっぱあれなんだ。頭を上にしたら若干上に行ってくれるんだね、これ。ポップアップするんだ。じゃあそれで調整しつつなんだね。オッケー。今度そっち？それ無理すぎない？これ無理じゃない？いけるかな？頑張れ頑張れ俺、頑張ってくれ。無理か。今の当たったの痛かったな。あれがなかったらワンチャンあったのに。ほっ、よし、今度は大丈夫。ここ入って、このスピードがどうにかならんかな。異様に速くなる時があるんですけど、危ねえな。よし、抜けたけどちょっとダメージ食らったよ。これ無理じゃない？おいった、よし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 。さあこっからは道、オッケー、抜けた。次はそっちね。あ、今度は下なの？うわー、惜しい。うわ、マジかー、今行きかけたやん。うわ、外側に当たったか、台は。うわー、次次。お、今度いい高さ。いいぞ。さあこれはもう死ねない体になったからな。よし、3つ目も大丈夫、4つ目も大丈夫。さあここはもうこのままストレート、 OK。 よし、抜けた。こっちでした。
油断禁物やな。よし、オッケー。で、この後油断すなよ。よし、来た。いい感じ。で、この後が下に向かうからの狭くなってない？オッケー。よしよし。どこよ？そっち？もう俺ギリなんですけど。危なくないかな、これ。もう今ギリギリで頑張ってるよ。どこ？どこ？あそこ？オッケー。スピード乗った。やばい！あっ！え？上？何それ？え、こんなんいけんの？は？今俺は絶望を見た気がするやけど。これ、え？頭浮かしてそこまで行けってこと？マジかよ。これぐらい？オッケー。よしよしよし。調整。オッケー。結構ギリやった気がするけど。大丈夫かな？ほい。危ないな。そこが本当ギリなんだよな。で、こっち。あぶねえ。よしよし。オッケー、ここまで来れたならまだ一安心。さあ、こっからはちょっと高低差が出てくるからな。うわ、マジで！今すんげえ事故ったけど。大丈夫、俺。二三箇所叩きつけられたけど。今大丈夫やった。もっそい事故やったけど今。恐ろしい。よし、ここまで来たぞ。で、エンドラはする。よし、来た。さあ、こっから狭いゾーンで下行きます。 OK。 さあ、この後よな。足りる？ OK、 足れた。 OK、 来たぞ。あとは隠して上がる。よし、来た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 からの下。うそふざけんなってそれ。はぁ、くるんと回れってか。ほほ、よし、ほほ作戦いいね。なかなか決まってる。うわぁ、マジでそれ当たる。あ、けど通過。あとはスピードを調整しながらやな。よし、来た。さあ、ここがちょっとめんどくさい。オッケー。さあ、あとは架空ゾーンか。ここうまく決まってほしいな。ほい。どうよ。よし、いた。さあ、ここも結構ゆっくり。やばい。これ大丈夫かな。あ、でも逆に減速よかった。来たー。よっしゃーやったー、フィニッシュ。あー、やっと来たー。途中事故ったけど、あの事故が逆によかったな。あー、よかったー。リトライ回数何回だ。あー、48回。結構かかったな。いや、エリトラ難しいわこれ。まあ、エリトラにがっつり触れるのが今回が初めてやったからね。まあ、ちょっと仕様を理解するまで時間はかかったけども、まあ、滑空とか小技的なものもいろいろ覚えれたし、まあ、最終的には少しは上達したから、まあ満足かな。うん、まあ多分上手い人はもっとね、スーッといくんだろうけど、いや、ちょっと俺は難しかったな。面白かったけど。で、このね、エリトラフライトチャレンジね、まあ、実は続編があって、2、3とあるんだけども、まあ、この動画がね、また好評だったらまたチャレンジしに行こうと思うので、今見てくださった皆さんの反応を待ってます。よろしく。ではでは、まあ、ちょっと長くなっちゃったけど、まあ、無事クリアもしたし、ここら辺で終わろうかな。では最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。各端末ごとの登録ボタンをクリック、上の図から登録していってね。チャンネル活動一覧です。
1週間の活動を公開。月曜から始まり日曜までてんこ盛り。もっと詳しい情報は Twitter までお願いします。また皆様に会えますように。バイバイ。